もがみしが、海域になると、元那八年十月、江戸幕府の命令で、本城市の築いた城は、秋田の佐竹氏家臣団によって、滝沢城と共に壊されました。翌年、日立の国府中、現、茨城県西岡市にいた六郷正則が一万国と、加増されて、本城に入部しました。そこで、六郷氏は城下町を再形成しますが、 本庄市時代の城下と比較すると次のような大きな変化が見られます。1城郭が大幅に縮小され大手口が北から東へ移動されました。2本庄市時代の三の丸を形成していた土塁掘割水路が撤去と舞立てがあったために狂わないが著しく縮小しました。つまり 城郭と、侍町、足軽町の地域に大きな変化があり、具体的には、侍町が本城市時代の二の丸、三の丸にあたり、現在の五門町北部、桜工寺北側は表尾崎町、裏尾崎町中立町、旧人町などであり、桜工寺あたりは中心の屋敷町でした。また、足軽町は城下の東側と、 北側に設置され、東町、八町、花畑町、赤沼町、八幡下、谷山工事三倉町などです。三、上等の足軽屋敷の大幅な縮小と、上南の小人衆屋敷の消滅があり、六号市の領地高に見合った家臣団の屋敷割りが行われました。